他の診療院の岡野です鍼灸、えー、治療業界の、えー、裏話ということで、えー、1つ目なんですけどね、えー、なぜいろいろな流派があるのかというお話をしていこうと思いますまあ鍼灸業界に限らないんですけどねいろんなこう業界の中で流派っていうのは、えー、あると思いますまあお茶の世界でも流派ってありますし華道とかでもありますよね、えー、それと同じかどうか分かんないですけど鍼灸業界でも、えー、いろんな流派があります 例えばですねあの中医学ってありますねこう中国で発達したと言われる鍼灸、えー、治療とか漢方薬を使った、えー、あれも、えー、流派の一つというふうに考えられるかなとあとは新、えー、日本鍼灸って日本の中で独自に発達した鍼灸、えー、治療の、えー、流派としてはもさまざまなものがあります、えー、北深海とかですねあとは経絡治療っていうのもも,もちろんそうですしあとはいろいろありますけどまあ 例を挙げればでですすねキリがないんですけどもまあ、えー、いろんな流派があるんですけども少なくともあの範囲のエビデンスといわれているものでまあこれはまあ、えー、ちゃんとですね確立されたとは言い難いんですけれどもまあおそらくみんな、えー、どんな、えー、医療とかそういうのに携わる方々でも研究の論文とかを えー、見ていただくとですね、まあ、これはおそらく揺,し揺るぎがたい、えー、ものだろうなというふうに言われるものが、えー、3つあります、えー。1つは血行改善ですね血行改善をさせる効果あとは、えー、筋肉を緩める筋肉の緊張を 緩める効果筋緊張緩和の効果ですねあとは鎮痛効果ですね痛みを抑えるとこの3つは、えー、針の生態に対する効果としては、えー、おそらく揺るぎないものにこれからなっていくだろうというふうに私は考えてますで、えーこの 3つは、えー、例えばですね血行不良ですよね血行改善と血行不良のところを血行改善させるわけですよねで筋肉が緊張しているところを緩和させるとで痛みの出てるところを痛みを抑えると、えー、そういう、えー、効果になるんですけれどもつまりですね血行不良が原因で起こってる、えー、症状とか、えー、筋肉の緊張が、えー、原因で起こってる症状とかあとはその痛みですね 各種の痛みそういうものに対して、えー、針っていうのはとても効果が高く、えー、出るんですね。でじゃあなんでその流派っていうのはあるかっていうところなんですけれどもまたこの複素項理論のですね、えー、平面図を使って、えー、説明していこうと思うんですけども、まあ、縦軸は「まあ、解」深い「不解」とここは主観的な。 評価をこの縦軸でするということですね。で横軸は客観になります。客観。誰から見ても、えー、同じように見えるというところで、まあ、例えばデータでいう正常値と異常値とかですね。 こっちへ行けば異常値こっちへ行けば正常値とで上へ行けば行くほど心地よいとで下へ行けば行くほど不快だというふうなことが、えー、この表で、えー、平面図で分かるんですけれども、えー、針のエビデンスとしての血行の改善効果っていうのは、まあ、こっちの方向なんですねエビデンスということなんで、えー、血行を改善させて。 筋肉の緊張を緩めて鎮痛効果を与えるということで、えー、血行不良が原因のものであれば血行を改善し筋肉の緊張が、えー、原因のものであればそれを緩和させ痛みが出てるものを、えー、痛みを取るということなんですけども痛みっていうのはですね、えー、実際その、えー 例えば切り傷があるとか打撲したとかですね。その組織を、えー、傷つけることによって起こる痛みっていうのもあるんですけれども、えー、それにですね重複してこう不安感とか、えー、自分のこうネガティブな感情とかですねそういうものによって、えー、痛みをですねより増より増幅させるっていうことも、えー、言えるわけなんですね。じゃあそういうこう内面的なものから来る痛みっていうのは。 どういうところから見るかっていうとこの縦軸主観なんですよねそこっていうのは客観的には分かんないわけなんですよその人全然もうえ見た目健康なのにどっかが痛いっていうふうに言われてもどんな検査をしても全然え異常なところが見つからないでもその本人は痛いという場合どういうふうにえ見ようとしてもえ客観的にはどうしても分かんないわけですね。それというのはこういはこ こっちのの方向の痛みななわけなんですね不快感の方の痛みということが言えるわけなんですね。で、えー、流派の話なんですけどもじゃあその流派っていうのは、えー、同じエビデンスによって、えー、針の、えー、針っていうのは行われてるはずなのになんでいろんな流派があるっていうかっていうところなんですけどもまあ私の考えるところですね。私の考えるところで言うとそれは刺激量だと思うんですよ。例えば、えー 針の針を,針を打つ数が、えー、多いか少ないかとかあとは針の、えー、太さですね、えー、太いか細いかとかあとは治療の、えー、治療する時間 治療する時間が長い,長いか短いかとかそういう感じで、えー、いろんな治療の理論はュ球、えー、の東洋医学的な、えー、理論っていうのはいろいろあるんですけれども実際治療の現場を見てみると、えー、どういうのが分かるかというと針を えー、使う針の太さとか使う針の本数とか打つツボ、えー、と言われるところの数とかですねあとは治療の時間が長いか短いかってところに、えー、とても、えー、バリエーションがあるわけなんですねそのバリエーションの、えー、差がこの流派の数というふうに言っても、えー、過言ではないかなというふうに思うんですよね。 実際ですねいろんな症状はありますけれども、えー、どこの流派であっても、えー、こういう効果があったこういう効果があったっていうふうに言う、えー、なんていうんですか、ね、治療の、えー、結果というのはいろいろあるんですけどもただ実際そういうのっていうのはこのエビデンスに基づって、えー、見てみるとですねエビデンスレベルというのはかなり低いんですよね。えー、なんでかとというと、まあえー 患者を集団として見て、えー、何ですかランダム化比較化研究っていうんですかそういうふうな感じでは見てないわけなんですよ。針治療っていうのはこう二重盲検試験っていってですねこうその針が本物なのか偽物なのかっていうのを治療者側も生術者側も分かんないっていう状況にしてやらないと二重盲検というはうまくいかないんです、えー、という形にはならないんですけどもそういう針を使って研究っていうのは、えー、この各種流派というのはですねやってるはずがないということがいるなんですね。 というわけでじゃあなんでその針の流派によってえー、各種の流派によってそれぞれが治療効果をもたらしているのかということなんですけどもそれがですねこの縦軸の主観のところが、えー、関係しているんだろうというふうにことが言えるわけなんですねこう縦軸っていうのは、えー、この科学的な見地、えー、からするとですねここの部分というのは何かっていうとこう上に行く その本人が心地いいなとか調子がいいなっていうふうに思えるような効果っていうのをププララセセボボ効効果果と言いますプラセボ効果で逆にですねこう不快感をもたらすような、えー、そういうものはですねそういうのをノセボ効果っていうんですね。 今ですね、このやり方をいろいろバリエーションあるんですけどもそのバリエーションに合った、えー、患者さんの好みの刺激を入れられるという場合はこっちのプラセボ効果の方に行きますよとでもその患者さんに合わない、えーバリエえー、この針刺激の流派の場合は逆にこのノセボ効果の方に不快感の方に行っちゃうわけなんですね。もううちょっとと具体的に言うと、えー 患者さんが針を打たれるのが怖いとかいう場合は針、えー、の数はできるだけ、えー、細く針の数は少なくて細くてで時間も短くて楽になった方が、えー、いいというふうに、えー、極論からですけどね、えー、言えなくもないかなと。そそうするとえー が太,太い針を使って針の数をたくさん使って長時間治療をする流派っていうのはそういう患者さんには、えー、のせぼ効果ととととしししててて不快感として出てしまうといういことが言えるわけなんですね逆に針の数を少なくして、えー、細い針を使って短時間で、えー、この血行を改善させて筋緊張を加速させて、えー、鎮痛効果を、えー、与えると。 いう、えー、治療ができるバリエーションの、えー、流派であった場合は、こっちのプラセボ効果の方がより強く出るんですね。つまり、えー、ああ楽になった、良くなった、気持ちよかったというふうになりやすいと。で、えー、逆に言うとですね、針が、えー、針の刺激が大好きで、こうたくさん打たれて、すごい太い針でやってもらって、えー、長時間やってもらったやった気がやってもらった感じがするっていう場合はですね。 えー、そういう強い刺激を与える流派の方がよりプラセボ効果が出るとで逆に、えー、針の数が少なくて針の太さが細くて短時間で終わってしまう物足りないんでこんなん全然効いた気がしないよっていうふうに感じるですねでも症状としてはですねこの針のエビデンス通りにいくんであれば。 客観的にはいい状態になっているはずにもかかわらずこの患者さんにとっての主観が、えー、その合うか合わないかっていうのを決めてるわけなんですね。ですんで、えー、この流派のですね、えー、メリットとしてはこのプラセボ効果が出やすい自分たちはこういうハリ治療をやってますよっていうふうに宣伝するわけなんですね。でそそうううするとそういう 針治療をやっててそれに合う患者さんが、えー、よりそこに行くとでそういう治療をやりたいっていう、まあ、針を打つ人もですね、えー、たくさん針を打ちたいっていう人もいますし鍼灸、えー、師もいますしあんまりはたくさん針を打ちたくないっていう鍼灸師の方もいますし長時間じっくり患者さんを見たいっていう風うな鍼灸、えー、師もいますし、えー、短時間でブンブンバ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 ンいろんなたくさんの患者さんを回していきたいという鍼灸、えー、師もいるわけなんですね。その神経師のやりたい やりたいその鍼灸師がやりたい、えー、治療をやってる、えー、流派を、えー、探すとでそこに行くとでそうするとそのそこういう、えー、治療が好きな患者さんがそこの、えー、流派の鍼灸師のところへ行くとっていう、えー、流れになるわけなんですね。だですんで、えー、その患者さんのですね、えー、好みに合う、えー、治療をその鍼灸院がやってるかどうかっていうのはですね えー、この流派を見ると意外と分かりやすいかもしれないですちなみに私はです、ねえーえー、流派ないんでですすよつまりその患者さんがたくさん打ってほしくて針がずんとこう響く感じが好きでとかですね針が太くてすごい強刺激が好きだって患者さんにはそういう針を打ちますし、えー、針がすごく怖いんですっていう風な感じですね。 でもそのこのこ痛みが取れなくてつらいんですっていう方には、えー、少ない針での本数で、えー、太さを細くしてですね時間も短くっていう風な感じでやっていきたいと思います。ということでですね、えー、流派によって針、えー、の,の打ち方が違うんで、えー、効果の出方も違うとでそれはその患者さんの好みに合ってればプラスボ効果ですしの、えー、合ってなければノセボ効果で悪い方に向かってしまうとだけどこのエビデンスとしてはこっちの方で。 えー、一応血液流は改善されて筋肉の,の緊張は緩和されて鎮痛効果というふうに出るという風のが、えー、仮定なんですけどねただ、えー、例えばですねその鍼治療に対してすごい恐怖を感じている場合ですねでそれにもかかわらずリをたくさん打って太いリで,でしかも長時間でずっとっていうとある意味苦痛ななわけなんですよねそういう意味そういう意味そういう意味ではなくてはより えー、筋肉がですね緊張性過緊張の状態になってしまう場合っていうのもおそらくな、えー、きにしもあらずとで過緊張になってくると自律神経的には交感神経ってですね、えー、より、えー、緊張を増す神経の方が優位に働いてしまう可能性が高いのでそうするとですね血管が収縮するんですねそうするとこの血行改善効果っていうのも,もしかしたら血行不良がより不良になってしまうっていう、えー、ことも考えられるわけなんですね そうするとこう痛みっていうのを随続してより一層痛みが増すす。っていうこともえ考えられます、まあ、例えばえぎっくり腰でえぎっくり腰を起こした人がえ強い刺激が苦手なのにもかかわらず強い刺激のですね、長い太い針をその痛いえ腰のポイントにグサッというふうに刺したらですね、緊張がより増してそのえぎっくり腰で痛い腰がより一層痛みが増してしまうということはえよくある話なんですね。 というわけでその患者さんに合った治療を本来はすべきだということは私は考えています。ということなんですね。わかりますかね要はこの流派って何かっていうとその鍼灸師が打ちたい針のバリエーションがこの数だけたくさんあるんですよっていうふうに考えていただくようなというふうに思います。まあ、もうちょっととですすねあの下世話の話のをすると商売 なのかもしれません、まあ本当にそうなのかどうかわかんないですけど少なくとも月回費取ってるところもありますし年会費を取ってるところもありますで結構高額なところのは流派のところもねあるんですねまあ、研究会とかそういうような名前にしてますけれども、まあ、流派というふうに考えてもいいんじゃないかなというふうに思いますそういうことですかねそう流派いろいろありますけれどももしかしたら商売でやってるところもあるかもしれない思いたくないですけどねはい。 その可能患者さんをどうにかして治療したいという志を高く持った方々がたくさん集まっているんじゃないかなというふうに思いたいんですけど実際のところはどうかわかりませんはいこんな感じですかね、はい、流派鍼灸治療の業界の裏話ということでお話しさせていただきましたご視聴いただきありがとうございます